ということで後半編、外食するときどうしてるというお話をしようかなと思います。本当ごめんね、10分から15分でまとめたいなと思うんですけど、つい暴走してお話してしまってます。はい、ということでサクサクいきましょう。外食ご飯編ですね。私たちも外食全然やるし、お家で作るのしんどいときは、前はね、飲食店が近いところに住んでたのでご飯食べに行ったりとか、今はね、飲食店が周りにないのでウーバー頼んだりとかしてます。でその中で、体を整えるご飯っていう意識で、選ぶときに気をつけてるポイントをいくつか紹介しようかなと思います。でまず一つはですね、洋食から和食のものに、外食のご飯を変えました。もともと私イタリアンとかすごく好きだし、家でうまく作れないものを外で食べたりとかするのが好きなんですけど、ちょっとですね最近パスタを食べると頭痛と吐き気がひどくなってしまったりとか、小麦をたくさん食べるとその後体調を崩してしまったりとかっていうのがあるので、基本的には和食のお店をいつも探すようにしてます。なので、外食するときとかお外でご飯を買ってくるときとかに、洋食じゃなくって和食に変えていく、たとえジャンキーでも米と味噌汁があるものに変えていくっていう意識に変えるのは、体を整えるっていう面ではすごく大事かなと思います。で、2つ目、なるべく無添加の店を選んでみるです。例えば、牛丼チェーンとかだったら松屋ってあんまり添加物入ってないんですよ。で、他にも吉野家とか、すき家かとかあると思うんですけど、もしこの3つが並んでた場合、私は松屋に入ります。なんかそれだけでもちょっと体への負担違うと思う。あと美味しいし、あとは、意外と無添加のもの探せばあるんですよね。例えばコンビニでご飯買ってる方とかも、レトルトのパックのご飯に、例えば、セブンイレだったかな、セブンイレブンでなんか塩サバを焼いたやつがレトルトパウチみたいになってたりするんですよ。それって裏見るとあんまり添加物入ってなかったりするんですね。細かいことまで気にしちゃダメよ。なんだけどそんな感じで裏の表示を見てみると、カタカナが少ないものもたくさんあるので、そういうものに少しずつ変えていくっていう意識を持つだけでも、日々食べるご飯なので変わってくるんじゃないかなと思います。もちろん添加物の商品表示とかいろんな闇があるので、またそれはね今度お話ししようかなと思うんですけど、まずはそういう意識を持つというのが私の中では大事かなと思ってます。で、3つ目はですね、検索ワードを変えてみるですね。こういう体質になってから、そもそもですね、体に重たいものとかジャンキーなものっていうのがあんまり食べれなくなっちゃったんですよね。で、私がまず最初に調べるのが、ビーガンとかマクロビオティックとか、ベジタリアンっていうワードで調べると、その添加物にまでちゃんと気をつけているお店が多かったりします。もちろん全てじゃないんだけど、普通のワードでこう検索するよりも体に優しいご飯を出してくれてるところが多いです。で、あとは自然派とか自然食とかそういうワードでも一回調べてみます。で、それでもないなっていう時は、私はそのご飯と味噌汁の定食の方が体に優しいなって感じているので、定食とか米とかご飯とかそういうので検索をかけたりしてます。それでも見つからないって時は和食に、検索ワード変えてるし、どうしても見つからないんだけど今体調がそんなに良くなくてこうジャンキーなものが食べれないっていう時はお蕎麦屋さんを検索したりします。蕎麦も10割蕎麦とか2発じゃないと小麦粉の量が多くて私は食べれないんですけど、でもそうやって検索ワードを変えていくことで意外とですね、身近に体のことを考えてくれているお店が見つかったりします。ちょっとね、田舎の方に行くと難しいかもしれないんですけど、特に東京ではもうどの町にも大体ありましたし、美味しいか美味しくないかは一旦置いといて、でもほとんど美味しかったかな。都会の方に住んでる方こそ選択肢があるので、お店の応援のためにもぜひ検索ワードを変えてみてください。
私あれだ、4つ目を2つ目で話しちゃったコンビニの話話しちゃったんですけど、お家でご飯を食べるときにいくつかおすすめしたいものがありまして、一つはですね、レトルトのお味噌汁でもいいので、レトルトのお味噌汁に生のお味噌をちょっと入れてあげる。それだけでも腸内環境変わってくると思います。私も作るのがしんどかった時とかは、外で、なるべくね、添加物が少なめのレトルトのお味噌汁を買って、でそこにですね、自分でいつもストックしているこう発酵したままの生のお味噌をいくつか溶いて、それで飲んでました。であとはですね、朝ごはんとかご飯作るのがすごいしんどい時に、これ玄米餅、めっちゃ便利、おすすめします。普通のお米よりも、お米の白いお餅よりも味があってとにかく美味しいです。で、1個でも結構腹持ちいいので、朝ごはんとかはこれ1個でお昼ぐらいまで持ちます。甘いものにつけてしまうとちょっと血がね、こっち血きれいにするのと甘いもので血が汚くするのってちょっと相反するものなので、しょっぱいものでなるべく食べてください。私はね、この玄米餅を焼いた後に美味しいお醤油につけて、海苔を巻いて磯辺焼きみたいな感じにして食べるのが好きです。で朝ごはんだけじゃなくても、忙しい時に片手間でご飯食べたいって時もおすすめ。実は私はこの収録前に玄米餅を2つ食べましたいや本当に忙しい方だったりとか、めんどくさがり屋の方おすすめです。お味噌汁に入れても美味しいと思う。はい、で、あとはお味噌汁作るのめんどくさい時はこの梅醤板茶っていうのがあってこれを器に入れて、お湯をね、いい塩梅で溶いてあげるだけでなんかスープっぽくなります。これはもう血液きれいにしてくれるし、体温上げてくれるし、どんな体質の人でも飲めちゃうのでめっちゃおすすめです。そんな感じでですね、忙しかったりとか自分でお料理できない方、しない方っていうのも、やり方っていうのはいろいろあります。もちろんすごい強くというか、早くちゃんと体質改善したいなら、ある程度はね、自分で作れた方がいいのかなとも思うんですけど、いかんせんこういう時代なのでそうだね、いろんな方法を組み合わせて自分の体に合う食事っていうのを見つけてもらえたらいいんじゃないかなと思います。でもちろんこれは体を作るご飯なので、心を喜ばすためには好きなものも食べてください。若すぎ流食用だとね、食用ちゃんとやれってなっちゃうんですけど私はもう食べることが大好きすぎて 100% 若すぎ流ができないので、こんな感じでゆるっとしたお伝え方をしております。いや、のりかさんとかばあちゃんとか本当怒んないでねエッセンスを伝えているつもりです。はい、で、3つ目、普段の飲み物ですね、いくつかご紹介してみようかなと思います。基本ですね、うちではお水を飲んでいます。ただできれば生水じゃなくって、おさゆだったりとか、おさゆってお湯ですね、だったりとか、湯冷ましって言って、その沸かしたお湯を冷ましたものっていう方が腎臓に負担をかけないのでおすすめです。私は余裕があるときはお湯を沸かして冷まして飲むようにしてます。お湯沸かすのもやっぱりね、土鍋とかの方が味がまろやかになって美味しいので、もし家に土鍋とか鉄瓶とかある人がいましたら、ぜひ湯を沸かすときは使ってみてください。で、2つ目、三年番茶とか、ハトムギ茶とか、ヨモギ茶とかがおすすめです。できればお茶っていうのは結構農薬の問題があるので、ちょっと高いかもしれないけど、体のことを考えて飲むんやったら無農薬のものをおすすめします。結構アマゾンとかで検索したら出てきます。三年番茶無農薬とか、よもぎ茶無農薬とか出てきます。で、私はよもぎ茶はちょっと苦くて苦手なので、三年番茶にミックスしたりとかしてます。で、ハトムギ茶は動物性食品をたくさん摂っている方の、そういう動物の脂肪とかを分解する働きがあるそうで、普段からお肉とか大好きな人はハトムギ茶をおすすめしてます。私は今度ね、頼んだやつが来るので、
それを飲んだらまた味のシェアしてみようかなと思います。で、夏やったら麦茶とかでもいいですし、マコモ茶って言って体の浄化力がすごく強いマコモっていう草があるんですね。そのお茶とかも結構おすすめなので、好きな味のものだったりその日の体調体質に合わせて選んでみてください。あとは夏私がジュース飲みたくなるときに代わりに飲んでるのがルイボスティーです。で、若すぎる食用ではルイボスティーはもうそんな存在すら出てこないぐらいあんまり多分食用上良くないんですよね、体冷やしちゃうから。でもジュース飲むよりマシかなと思って、ほんのり甘くってハーブティーっぽいので、ルイボスティーも私は夏だけ飲んでたりもします。そんな感じかな。もちろんね、ジュースも清涼飲料水よりかは普通のジュースの方がいいし、普通のジュースでいいよ果物のジュースの方がいいですし、外でお茶を買う時ってだいたいビタミン C って書かれてるんですけど、アスコルビン酸っていう化学的に生成された、ビタミン C が入っちゃってるんですよね。あとは外のお茶ってこう農薬の問題がどこまで本当に解決してるのかわからない部分もあるので、私は外で買う時はもういつも絶対に水しか買わないです。水もいろいろあるんだけど一番マシかなと思ってお水を選んでいます。なのでこれもね、毎日ジュース飲んでた人が急に水に変えるとこうリバウンドしちゃったりもするんで、ご自身の感覚に合わせて少しずつ体に馴染むものに変えてみてください。で、今の時期熱中症とかちょっと不安な人は梅酢っていう梅干しをつけた後のお酢があるんですけど、その梅酢をちょっと特化してあげたりとか、ちょっと天然塩をパラパラっと入れてあげて、レモン汁ちょちょってあったら入れてあげるみたいなのを飲んでもいいかなと思います。とにかくですね、体に必要な水分は基本的には水から取れるので安いし、お水ぜひ飲んでください。そんな感じですかね。とにかく私が伝えたいのは、体に優しいご飯、体を整えるご飯っていうのは難しいものじゃないし大変なものじゃないです。至ってシンプルだし、なんかこのご飯を続けることによって私は特別なことをしなくても本当は最初から豊かだったんだなって気づいたんですよね。だってもうご飯もさ、もともとね丸ごと天がくれたこの恵みである穀物を食べていれば栄養失調になることほとんどないし、もう米と味噌汁とお野菜とで本当に美味しい野菜と本当に美味しい調味料を使えばもうすごい心満たされて、なんか食べるの楽しいんですよね。もちろん外で食べるご飯は心のね楽しみのためにいろんなもの食べたりするけど、お家のねご飯はもうね一汁一菜から抜けれなくなりました。もうパスタとか一切食べてない。食べるとしてもうどんとかそうめんとかそういう日本のものが体に馴染むようになって、朝起きるのが本当楽になったりとか、胃もたれが少なくなったりとか、本当に体調の変化いろいろ出てきたので、ぜひ皆さんの体質改善に何か役立つヒントになればいいなと思います。いろんな食べ方っていうのがあるので、それはまた少しずつ分けながら違う動画でご紹介していこうかなと思うので、今日は一汁一菜するときにこう栄養がねこう体から失われない方法っていうところをポイントに絞ってお話しさせてもらったので、ぜひ1週間に1回ぐらいからやってみてください。ということで今日も前半と後半編になっちゃったんですけど、最後まで聞いてくださってありがとうございました。なんかこうした方がいいよとかいうアドバイスとかも全然気軽にコメント欄に書いてください。あとはこういう商品おすすめだったよとか、なんかこういう方法うちの家では楽だったよとかあったら見てる人みんなでシェアしたいなと思うので、ぜひコメント欄に書いてください。あとはいいなと思ったら広めてもらったり、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで長くなっちゃったんで今日もここまでにします。ありがとうございました。またねー。